私の名前はちさこ。はあ、暇だ。 S 県に住んでいる。今は暇人よ。コロナの蔓延が始まって1年と少し、ピカピカの大学1年生だった私もスマホゲーには飽きたな。 YouTube でも見よ。度重なる自宅待機生活で見ての通りダメ人間へと変わってしまった。そんな風に自宅にこもっていたある日、久しく会っていない友人から連絡があった。おい、ちさこ、楽しんでる？もしかして、孝太郎？電話の主は孝太郎、高校時代の同級生で私の憧れの人だ。そんな彼から連絡が来て嬉しい反面、今日はどうしたの？高校を出てからお互い連絡してなかったのに。缶詰生活で参ってるだろう。だからストレス解消法を教えようと思ったんだ。彼の異常なテンションが気になった。彼にいい噂はない。その方法ってのはヤバい薬かと思ったが、いや、さすがにドラッグは勘弁してほしいんだけど。何言ってんだ、使うのはお肉だよ。彼は何やら妙なことを言い出した。肉を使ったストレス解消法？サンドバッグ代わりに殴るのかしら。今動画送ったから見ればわかるよ。あ、ちょ、孝太郎？一方的にそう言い残して彼からの電話は切れてしまった。何が何だかわからないけど、とりあえず見てみるか。せっかくだからと動画を再生した私は、映し出されたものに我が目を疑った。そこにはフォークで刺した肉をうまそうに頬張る孝太郎の姿があった。だが彼が頬張るのは普通の肉じゃない。腐ってドロドロ、ウジが湧くような肉だったのだ。あまりのことに言葉も出ないでいると、再び孝太郎から連絡があった。どう？おいしそうでしょ。一体どうしたの、孝太郎？大丈夫なの？すると彼は笑いながら事情を説明し始めた。彼の話によると、これは今 SNS 上で流行っている新しい遊びらしい。腐肉を食うなんておかしいよ。あれはね、超熟成したお肉だ。超熟成したら腐るじゃん。パソコンで SNS を調べてみると、確かにあった。腐った肉はうつ病を治す最高の薬、強烈な失禁をするほどうまい、だって。揃いも揃って正気なの、こいつら。彼が言うには、腐肉を食べれば薬でトリップした時と似た感覚を味わえるのだとか。おすすめのストレス解消法ってこれ？そうよ、君も絶対にハマるさ。はっきり言って話にならない。誰がこんな水郷に付き合うというのかしら。私はノーを突きつけようとしたのだが、こういう新しいことに理解がある女性って素敵だよね。そうだね、私も試してみるよ。彼の言葉によって覆されてしまった。我ながらなんともちょろいが、こうなっては仕方がない。証拠の動画までよこせとか、確か豚肉が残ってたな。悲しいかな、女というのは気になる男のためならその身を犠牲にできるのだ。このとんでもチャレンジに必要なものは肉だけなんだけど、ただ腐らせるだけってヤバくない？安全に行うからくりの一つでもあるのかと思いきや、全く何もなかった。仕方がないので肉をそのまま放置していると、うっ、臭い。そう時間を置かずに腐臭が鼻をつくようになり、部屋にはハエまで湧き出す始末。まるでゴミ置き場のようになった部屋で耐えること1週間。うえ、これが。彼らは腐肉をハイミートと呼ぶ。これを食す時がやってきた。せめて火を通せればいいのに、生で食うのがこの遊びのルールらしい。うわー、言ってやるー。立ち上る匂いに圧倒されながらも、私は腐肉を口へ放り込んだ。口の中に放り込んだ瞬間に、脳天を突き抜ける強烈な悪臭。頭の中ではこんな言葉がぐるぐると回り、だんだんと意識にもやがかかっていく。これトリップするって言ってたの、まずすぎて意識が飛んでるだけでしょ。うっ、ぬ、拒否反応を示す体を何とか抑え込み、私は口の中のものを飲み込んだ。動画に食っている様が映っていることを確認した私は、残りを全て廃棄した。さすがにもう無理。ひどい目にあった甲斐あって、動画は上々の受けだった。素敵だったよ、ちさこ。楽しかったでしょ。ええ、それよりコロナ騒ぎが終わったら会え。試練の代償に彼におねだりしようとした。その瞬間、かつてないほどの強烈な腹痛が私を襲った。ちさこ、どうした？ちさこ。当然、返事を返す余裕などない。早く動けるうちにトイレに行かなければ。しかしそれは不可能だった。途端に流れ出る大量の便、さらには激しい嘔吐感まで襲ってきて、私は上下から腹の中のものすべてを吐き出すことに。その後、病院に運ばれた私を待っていたのは、サルモネラ菌に感染したという事実。腐った豚肉を生で食った？バカか君は。すみません。さらには B 型肝炎や寄生虫の検査までする羽目になった。そんなわけで入院することになったのだが、菌を抑える薬は免疫を下げるらしい。それってコロナにかかりやすいってことじゃ。勘弁してよ。まだ寄生虫がいる可能性もあるって言うし、あんな遊びしなけりゃよかった。
本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。